今日はテスト前のスクバの中身紹介。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日は今ですね、現在テスト期間 NOW です。そうだからね、今回はリクエストでスクバの中身紹介をしてってね、言っている方が結構いたのでやっていきたいと思います。で、今回はテスト期間 NOW なのでめちゃめちゃ重いです。ピエンです。それでは続けていきましょう。このリュックは変わらず、1学期に買った時のリュックでございます。で、ここにつけてるのはクロミちゃんですね。で、これはここに書いてあるんですけど、コロンビアのリュックでございます。クロミちゃん好きだからクロミちゃんつけました。で、こっちに2つポケットがあるんですけど、こっちは特に入ってなくて、こっちはだいたい学校行く時とかは水筒を入れたりとかしてます。で、こっちはこれが入ってます。これはあの雨降っちゃった時とかリュックカバーってやつですね。これついてて、これね、めちゃめちゃいいです。じゃあ早速中身の方を紹介していきます。ちなみにここ何も入ってないよ。あ、割り箸入ってた。これあれだ、前お弁当の日の時にあれ割り箸入れたっけみたいななって、じゃとりあえずここにもう一本つって、まあ結局入ってたんだけど、そのまま割り箸入れっぱでした。で、紹介していきます。ちょっととりあえず下に置きます。テスト前なので、あの教科書とかワークとかいっぱいあるのでめちゃめちゃ重いです。で、早速上にあるものから紹介していきます。まずは、はい、筆箱たちでございますね。これはとりあえず、ちょっと待って、これ捨ててなかったっけ、あれれれれれ、いやね、聞いて、休み時間でさ、友達と絵描いてるとか遊んでた時の、いや、やばいね、ドラえもん、しんちゃん、アンパンマンが入ってました。まあこれは忘れてください。はい、こちらですね。これは無印で一式揃えた時のものです。で、こっちはね、マーカーとかそういうのが入ってますね。こんな感じです。ハサミとか入ってたりとか、こういうペンとか入ってたりとかしてます。これは明るいですね。で、続いては、はい、トートバッグです。これはね、移動教室が2つ連チャンで続いてる時とか、特にあの技術がある日は家庭科が次の時間に絶対あるんだけど、技術今なんか作り物してて棚みたいなのを作ってるんですけど、ジャージを持ってくっていうか着なきゃいけないんですよ。だからそのまま多分教室戻って家庭科室行くとかなると、すごい時間が間に合わなくて、10分間の休み時間で難しいので、この中に全部入れて持ってきますね。でね、多い。あとは月曜日とかに美術の次の時間に、そうだね、前理科があって、その時に理科室で実験をする時に会った時に、そう、これ持ってきました。そう、美術もジャージ着なきゃいけないからね。はい、次はこちら。こちらの中にはジャージが入ってます。体育がある時とか部活がある時とか、そういう授業に使ったりとかしてます。じゃあ次、教科書類やっていきましょう。まずとりあえずこれは教科書、ノート、ファイルがあります。やばくないっすか、めちゃめちゃあります。教科書だけで考えるととりあえず9冊あります。今でも教室にあるやつもあるので、今のところ9冊あります。で、ノートは数学のノートと社会のノートと英語のノートです。で、あとはこのファイルがあります。やばいね、これだけでも重いからきつい。で、次はワーク類ですね。よいしょ。ワークは今乗っけたものですね。ワークが9冊。そう、9冊
つ、答えが5冊あります。はい、こんな感じ。これでやばくない？なんかここのドーンって乗っかってるとなんかすごい重い。押したり引いたりするだけでも重いです。やばいね。で、続いては、はい、クリアファイルです。これは学校で配られたものとか、あと部活のものとかも入ってます。時間割表とか入ってますね。明日1時間目から英語だ、やだ。はい、次、続いてはこちら。これは表はちょっと見せられないんですけど、学習の記録っつって、あのテスト前になると、テスト2週間前になると配られるやつで、なんか予定を考えたり、例えば11月11日は数学を、数学のワーク何ページから何ページを何分やるとか、そういうのを書くものになってますね。あとは、よいしょ、はい、これは空き時間とかにやってる英語の単語帳、単語カードですね。これはなんかあの参考書買った時についてきたやつを持ってってます。こんな感じです。で、教科種類はもうこんな感じかな。で、あとは これはずっと前からなんか普通シーグセットだ。これは前から入れてるやつですね。お守りさんです。お守りさんお守りですね。あとはないかな。ゴミが入ってた。で、ラストは、はい、小説です。これはあの朝、学校来たらなんか読む時間があって、それで持ってってますね。あ、ちなみに図書院です。何の報告やんと思うけど、前期は、放送委員やらせてもらって、後期は図書院をやらせていただきました。どうも、あ、副委員長です。なんやねんってなるよね。副委員長です、どうも。はい、副委員長頑張ってやらせてもらってます。はい、なんでね、本持ってってます。この絵の描き方が好きで買っちゃいました。で、こちらはドイチゴ文庫さんのものでございます。ちょ、ひまちゃんにそのもらってからもうハマってしまいまして、めちゃめちゃ買ってます。買ってるというか買ってもらってるんだけどね、ママにね。ありがとう。いいえ。ありがとう。だから本持ってってます。はい。こんな感じです。全部リュックに入ってたものはこんな感じです。で、ちなみにちょっとこのリュックの重さを測ったんです。10キロでした。やばくない？本当にやばい。よくこれ朝持ってってるなって思っちゃいました。本当にこれちょうど10キロでちょびっくりしました。テスト期間じゃない時はロッカーがあって、そこに教科書とか入れてていいんだけど、今はね全部持って帰ってるんですけど、多分テスト期間じゃない時はめちゃめちゃ軽いです。だって筆箱、ファイル、本とか、あとはその時宿題出てたらその宿題のものとかしか入ってないから、いやーね、テスト期間中はきついよ。あとあれだよね、小学校の時はさ、ランドセルだったじゃん。だからさ、そんな持ち帰りたくてもさ、持ち帰れなくてさ、トートバッグに全部入れてた記憶が思い出しますよね。でもね、今はね、リュックが大きいからめっちゃ入るんです。まあ、肩死んじゃうけど、肩、本当に帰ってきた後の肩はやばい。ただいまーって即リュック下ろすので、リュックを最初ね、帰ってきたら痛い時は本当に即ブイッと下ろすの。それはいいんだけど、自分の部屋まで持ってくのにが大変なの、本当に。引きずっていくよ、ピーって。そう、まあね、こちらを私は入れております。はい、ということで、こんな感じでした。はい、ということで、今回は私のテスト期間中のスクバの中身紹介をやりました。いやーね、自分でもね、こんなに入ってるとは思わなかったよ。このリュックが大きくてよかったです。まあね。まだまだテスト期間中は続くんですけど、テストも頑張ります。はぁ、やだなぁ、テストやりたくないなぁ。みんな思ってることだと思う。みんな頑張ろうぜ。
なんかまたバッグの中身紹介とかもやりたいので、なんか変わったら紹介します。なんかやってほしい中身紹介とかあったらお願いします。今のところやってことあるのはバッグの中身、筆箱の中身とかかな。だからね、あと旅行の持ち物の中身とかね、やったことありますね。なんかありましたらコメントにお願いします。リクエストお待ち中。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。